はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、アマゾネスデッキやっていきましょう。アマゾネスデッキね、ちょっとずっと作りたくてね、やっと作ってちょっと回してみたんですけども、このアマゾネスデッキ何が強いかっていう話なんですよね。アマゾネスデッキこれどうやって勝っていくデッキだと思います？でもデュエルリンクスやってる人だったら、あのアマゾネスの吸収とかで、あの戦闘して相手のカードを除外するだけなんでしょみたいなことを思ってるかもしれないですけども、なんとですね、 OCG ではですね、アマゾネスプリンセスワンキルっていう、まあ、ギミックがありましてね、で今日はこれやっていきます。アマゾネスプリンセスでワンキルできるんですよ。まああのあれですけどね、殴ってワンキルするんで先行ワンキルとかじゃないですけど、これがね結構ね、まあ、画期的なギミックになっておりまして、あのアマゾネスプリンセスっていうモンスター、まあ、結構これが、まあ、強力なモンスターで、あ、召喚特殊化に成功するとアマゾネスカード、魔法トラップカードを、手札に加えるっていうことができるんですね。で、アマゾネスコールっていう最強のカードがあって、これアマゾネスモンスターって手札に加えることができるんで、アマゾネスプリンセスからアマゾネス魔法トラップも、あのアマゾネスモンスターもどっちもあのアクセスできるんでめっちゃ強いんですけど、これのアマゾネスプリンセスを、出して、でフィールド上にアマゾネスの闘志を発動して、これ闘志ってアマゾネスと名付いたモンスターが、あの攻撃力、その攻撃力よりも高いモンスターとだ、バトルする場合打点が1000アップするっていう、そういう効果なんですけどね、これ発動しておいてアマゾネスプリンセス出しておくと、こいつの打点が1000アップすると。でさらにあのこのブラックガーデンっていうカードを発動しておくんですよ。でブラックガーデンどういう効果を持ってるかっていうと、モンスターが、表側表示で召喚特殊化に成功すると、そのモンスターの打点を半分にする。例えば、アマゾネスプリンセスが召喚したらブラックガーデン貼ってあったら600になると、こいつの打点が。でブラックガーデンが発動 してるんで、相手のフィールド上にトークンが出ると。で、要はですね、あのトークンをぶん殴ったら、そのアマゾネスプリンセスの、打点が600になってて、トークンが800なんで、アマゾネスの闘志張ってると1600で800をぶん投げることになるんですね。だから800のダメージが入るんですよ。トークンを殴ったら、800のダメージが入る。でアマゾネスプリンセスっていうのは、攻撃宣言時に手札かフィールドのカードを墓地を送るとアマゾネスを特殊召喚できるっていう効果があるんですね。だからこいつ攻撃宣言時に手札切ってアマゾネス出すと、ブラックガーデンの効果でトークン湧くんですよ、相手のフィールド上に。だから実質ずっと攻撃ができれば、もう一生トークンを殴り続けるっていうことができるんですね、アマゾネスプリンセスって。ただこいつは攻撃はもちろん1回しかできないと。そこでアマゾネスコールっていうカードがありまして、これが、墓地のこのカードを除外すると、自分のフィールドのアマゾネスモンスター1体対象に、このターンそのモンスター以外の自分のモンスター攻撃できないんだけども、対象のモンスターは相手のモンスターに全部に1回ずつ攻撃できるっていう効果を付与できるんですよ。だからアマゾネスコールでアマゾネスプリンセスに全体攻撃効果を付与して、アマゾネスの闘志を張ってトークンをぶん殴り続けると、実質的にトークンをぶん殴り続けるだけで勝てるっていうこういうギミックがあるんですよ。これがアマゾネスワンキルの全貌です。ただそのギミックをね、やっぱね、高校でやっていくのはその、あの環境的にちょっと無理があるという話なんで、あの先行制圧して相手が何もできないでアタフタしてる時に、あの3ターン目で今のギミックを使ってぶん殴っていくっていう構築に今回はしていまして、先行制圧ができるようにしております。で先行制圧どうやってやっていくかっていうと、まあ、5つも あの動きなんですけども、戦士族なんでアマゾネスってイゾルデが出せるんですよ。なんでイゾルデ出して、ハリファイバー出してアウロラドンして、まあ、VFD 出すっていう、これですね基本的にはもう困ったら戦士族はね、イゾルデハリファイバーして VFD すればいいので、割と簡単ですね。先行でまあそのギミックを使って、まあ、制圧して、相手がアタフタしてるときに後攻でアマゾネスのプリンセスマンキルを決めていく、高校っていうか、3ターン目でアマゾネスプリンセスマンキルを決めていくと、まあ、そういう感じに、なっております、デッキは。だからまあそのギミックをサポートしてあげればいいんですけども、まあ、どうやって戦士族2体並べるかっていうと、アマゾネス結構ね、こいつが強いんですよね。アマゾネスの石膏、これアマゾネスモンスター見せると特殊感できるよっていう効果あるんで、まあ、石膏とアマゾネスモンスターなんか何でもいいです。でアマゾネスの石膏はこのアマゾネスコールでサーチできますし、アマゾネスコールはこの王女でサーチできるんで、結構ね相性いいんですよね、これ。意外と、まあ、たまに事故りますけど、もちろんあの意外とね戦士族2体並ぶんで、まあ、ここで、まあ、2体並べて、あとは、VFD 出すだけです。で、相手のターンは VFD で耐えるんですけども、あのこれギミック
の、その、要はワンキルしていくギミックとして、アマゾネスモンスターがデッキに、まあ、いっぱい入ってないといけないですよね。なんで、結構ね、アマゾネスのモンスターの数を要求してきます。要はその800ダメージしか与えられないんで、1回殴った時に。だからまあ10回殴る必要があるんですよ。だから結構アマゾネスいっぱい入ってますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 体ぐらい。アマゾネスプリンセス以外でね。はい、12体ぐらい入ってるんで、まあ、これでね、あのぶん殴っていく感じになりますね。早速ね、このアマゾネスワンキルギミックを決めていきましょう。まあ、細かいカード名とか知りたい方は、ぜひね、概要欄にデッキレシピ貼ってあるんで、よかったらご覧ください。それでは早速アマゾネスのプリプリプリンセスワンキル決めていきましょう。出る、スタンバイ。先行はいただいた。あー、悪くないですね。悪くないですけども、まあ、1回増援発動する、まあ、通る、まあ、これはまあ1回石膏かな。石膏を持ってきて、で、この鎖使い筋肉女と筋肉女並べてイゾールですね。さあ、アマゾネスモンスターを見せつけると、このモンスターは手札から特殊召喚できるという効果を持っている。そして、アマゾネスの鎖使いを召喚、2体のモンスターでリンク召喚、現れ入れよう聖騎士の追走イゾールで。あのアマゾネスデッキって言いながらね、まあ、まあとりあえず一旦最初はイゾルで展開をして先行制圧するっていうのがね、まあ、お決まりのパターンとなってます、はい。でアマゾネスの、王女を手札に加えまして、これ次のターンに使えばですね。でアマゾネスの追走イゾルでの効果によって、デュランダルを墓地に送っていく。でデュランダルが墓地を送ってリナルドを特殊召喚していく。これもお決まりの部分で、リナルドの特殊召喚成功時の効果を発動。リナルドの効果で墓地のデュランダルを回収。リナルドあったんで、まあデュランダルじゃなくてもよかったな、これ。まあいいや。リナルド特殊。はい。で、チューナーを含むモンスター2体で、リンク召喚。現れよ。クリストロン、ハリファイバー。ハリファイバーのリンク召喚成功時の効果発動。お、大丈夫か？あいつ、通信状況、死ぬほど悪いぞ。大丈夫か？大丈夫か、おい、アルラドンまで耐えられるか、切断か。こうですね、はい。でこことここでアウロールドーン、アウロールドーン。リンク素材が結構伸びるんでね、イゾルデを残しておけるっていうのが一応あれですね、メリットでもないけど、まあメリットじゃメリットですね。あのリンクこいつやられなければ次のターンでリンク素材にできるんで、またちょっとリンク4とかまでね、並ぶかもしれないから。で文房具001を特殊召喚していく、まあ、これいつもの流れですね。で幻獣機アウローラドンの効果を発動し、幻獣機アウローラドンは自分というかデッキから幻獣機モンスターを特殊召喚する代わりにモンスターを2体リリースする必要がある。現れよ幻獣機オライオン。よし、浅すぎて喉が閉まってるな。俺はレベル3の幻獣機トークン、レベル2のオライオンをチューニング。ガーデンローズメイデン。ちなみにこれ朝7時に撮ってますからね。これ今朝7時にね、デュエルしてますから。めちゃくちゃ浅すぎて、ちょっと喉が閉まってて全然声が出ないんですけどね。起き抜け撮ってます、はい。で、これしてからの、ブラックガーデンモテるのに加えて、これはね、次のターンに使う予定。で、まあ、一回、コーラルドラゴンを出していく。はい。今から何するかっていうとですね、ちょっと説明しませんでしたね。今から対話拒否モンスターを出します。はい。対話拒否モンスターを出して、ドローを加速しながら対話拒否して相手の展開だけ止めて、で自分だけ次のターンに肉壁をぶん殴るっていうことをします。はい、今から。すいませんでした。反省します。これは、アーケッツの効果とコーラドラゴンの効果で、なんとカードを2枚もドローできるっていう最強コンボ。はい、裏の来た、おっしゃ、いいよ。あ、コールも来た、いいね。ホールも来た、いいね。で、ガーデンローズメイデンは除外すると、墓地の、シンクロドラゴン族モンスターを特殊召喚できるんで、これでコーラドラゴンというヤバすぎるモンスターをもう一回特殊召喚して、はい。これいつもの動きですからね、これは特に解説する必要ないとは思いますけどね。で、レベル3の、キチューナーにレベル6のコーラドラゴンをチューニングしていく。シンクロ召喚、現れよ。電脳解雇。シャンシャン。そしてレベル9のモンスターが2体でオーバーレイ来るぞ、ユーハエクシエンス召喚、現れよ。神竜王 VFD、 V
VFT。 そしてアマゾネスコールを発動。アマゾネスコールによってデッキからアマゾネスと名の前がついたカードを持ってくることができるぜ。これアマゾネスの吸収でいいか。アマゾネスの吸収を手札に加えさせてもらうぜ。そして、アマゾネスの吸収一応セットか。これマジでこれデュランダルいらんかったな。まあいいや。ターン終了でいいです。これあのガーデン貼っとくも結構ありますけどね。あのガーデン貼っといて相手のフィールド上にトークを生むっていう一応展開もあるんですけど、なんかその相手の敵が分かんないとなんかそのリンクスワイにされたりとかまあいろいろあるかもしれないんで、ちょっと一回自重するっていうのはありますけどね。なんかあの結構相手のデッキによってはなんかお邪魔みたいな感じになって展開ができないっていうことはたまにあります。はい。でまあ、光属性を宣言することによってエルドリッチをケアしていくといったところ。さあお前はこのターン光属性モンスターの効果を発動できず、光属性モンスターは攻撃宣言をすることはできない。残念だったな。ウィリウィリ名推理ほう名推理エルドリッチじゃねえこれエルドリッチじゃねえ。いや占いで止めてた方がいいでしょこれ。さすがに墓地リソース鬼ほど稼がれるからちょっとこれ一回占いするしかないね。で墓地に送るカードの効果を無効にしていく。なんかあるー、まだなんかある。速攻魔法なんか入ってたっけ。あれだっけ、あの特殊化するやつか。光属性、あ、じゃあアンデッド族モンスターでエルドリッチがいなかったらエルドリッチしか出せないみたいなカードだったよな。あれかエルドリッチ自分で触ったことないから分かんねえんだよな。これはデッキから出してくるやつ。はい、オッケー了解。なんか手札墓地から出してくるやつは速攻魔法かなんかなんだっけ。ちょっとエルドリッチわかんない、誰か教えてくださいエルドリッチ触ったことなすぎてわかりません。出たー、オッケー。でも今攻撃宣言はできないのであんまり意味はないぞ。攻撃宣言はできないから、まあ、とりあえず出てきたのはめんどくさいな。出てきたのはめんどくさいが、あとはガンクセしてエンドだと思うんだよね。エルドリッチだからガンクセ鬼ほどカードくせでエンドみたいな。やっぱりないやあんま VFD 触らないんですよねエルドリッチって。そ効果発動するの一応ありますけど、まあ、言うてエルドリッチってなんかこうやって出てきちゃうから、なんかそんなにはさらんっていう。めっちゃくせるやん。ちょやめてよ。ちょやめてやめて。ちょスキドレとか俺されたらもう怒るよ。さすがに。さすがに殺すよ。オライオン、なるほどね。オライオン、なるほどね。オライオン、なるほど。で、一応光属性宣言してトラップモンスター。の効果は光属性だからなんか無効になるみたいなことない。コンキスドール OK。 コンキスタドールは破壊するんだよね。特殊化して破壊する OK。 でコンキスタドール出てくる。でここでまあ多分まあどっちか破壊される。まあ、VFD 今あんま関係ないからこれイゾルテかな破壊するの。あ、そっちなんだ。まあいいや OK。 で展開していきたいんだが、アマゾネス王女にあのクセカードちょっと触られたくないので、どうしよっかな。一旦これあれかな、オライオンでオライオン出すみたいなパターンかな。これシェンシェン出しちゃうとね、アマゾネスプリンセスのそのフィールドから墓地を送る効果発動できなくなっちゃうんですよね。あの要はコストとしてさ、出してきたモンスターアマゾネスをさ、あのコストにしてアマゾネス出すっていう動きがあれ墓地の送らないといけないんですけど、あのシェンシェンと墓地送られないんですよ。モンスターがね、フィールドから墓地送られるモンスターが除外されちゃうっていう。だからね、アマゾネスの王女の効果死んじゃうんだよね。それがね若干相性が悪いところっていう感じなんだけど、まあ、とりあえずオライオンでオライオンを出して一旦様子見よう。これなんだろうあのカード。まあ、エルドリッチはさすがにスキルドレインとか、あと神戦とか入ってますね。あとはまああのトラップカードで、あのモンスター出てくるあのあいつらだったら別にいいんだけどさ。で一旦ガーデン、ブラックガーデン貼って、であとはブラックガーデンの効果で、あのトークンを生み出し続けるっていうね。これでお邪魔するっていうこれを後でぶん殴りたいんですけどね。まあ、そこまであのバックを2枚ね、あのショッティができないですね。これシェンシェン、巻き込んでリンクしましょうか。シェンシェン巻き込みリンクは結構あるんで、シェンシェン巻き込みリンクしましょう。これは何でもいいな。でここ2体除外して、でシェンシェンは墓地から、種族が違うモンスターを除外すると特殊召喚ができてしまうという最強効果。はい、墓地から蘇ってくる。
ってブラックガーデンの効果でまた、ガーデントークンが相手のフィールド上、ローズトークンか、ローズトークンがフィールド上に特殊召喚される。おじまポイン、一回トロイメアに移行するか、一回トロイメアに移行するか、トロイメアに移行しよう。こうしてこれで、あ、やべ、巻き込む方間違えた。まあいいや、トロイメアユニコーンボッバチコッと出していく。でここからのアクセスが通れば嬉しいな、ここからのアクセスが通れば嬉しい。あー微妙くせえな、これなんだこれ、このタイミングでチェーンあるから、これ神戦だね、これこれ多分神戦だわ、多分神戦。一旦これあれだったな、トロイメアフェニックスしてからトロイメアユニコーンでよかったかもしれないな。そしたら2枚含めたね、多分まあ神戦はされるよね。まあ残念ながら展開を見せてしまったので、今から僕は人影アマゾネスプリンセス召喚するしかないです。さあ人影アマゾネスプリンセス、あのクセカードは弱いはず、最後なんかすげえ迷ってセットしてたから、だからこれでアマゾネスのプリンセスが通ればこっちのもの。なんだろうこのチェーン、え、白きさだめのエレデリクシュなんだっけ、手札墓地からアンデッツゴモンスターどうしようか。ああオッケー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 、ってことはもう妨害ではない、もう妨害はないぞ。さっきなんで俺オライオン巻き込まなかったんだろう、ちょっとなんかなんでオライオン残ってんの、オライオンなんで巻き込まなかったのかちょっと反省してるんだけど、まあ、とりあえずいいや。アマゾネスコールでからのブラックガーデンで肉液を生成していこうか、もうフィールド上になんか場がないから無理で、あとはですねアマゾネスの投手を発動していく、そしてアマゾネスの投手を発動していくからのアマゾネスの吸収も発動していく、あとはこのアマゾネスのプリ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 ンセスで相手のトークをぶん殴り続ければいいだけなんですよ。私はアマゾネスのプリンセスちゃんがアマゾネスの投手の効果によって攻撃力が1000ポイントアップするわけですよ、ぶん殴る場合ね。そしてアマゾネスコールの効果によってアマゾネスプリンセスはこのターン全てのモンスターに攻撃をすることができる、ビッグゼバトルベース。さあ神戦を発動したことによってお前のライフはあと残り4000しかないぜ。アマゾネスの王女の効果によってなんと、あ、これは吸収はもういいよ、吸収うるせえなこれ。アマゾネスプリンセスの効果により攻撃宣言時手札を1枚墓地に送るか、またフィールド上のカードを1枚墓地に送るとデッキからアマゾネスモンスター1体を守備表示で特殊召喚するという効果を持っている。そしてアマゾネスペットタイガーを特殊召喚しブラックガーデンの効果によってトークンが生成できる。エルドリッチなんて関係ねえ、俺はお前のトークンを殴り続けるだけだ、くたばれローズトークン相手の出したカード一切関係なく、これがひたすらにブラックガーデンで製造した肉液を殴り続けるアマゾネスのプリプリプリンセスワンキル。これはちなみにデッキのアマゾネスモンスターが存在する限り攻撃を続けることができる。これでね、ちなみに8000だから、10体特殊召喚すればもう勝ちですね。はい、さっきみたいにアマゾネスの展開前にローズトークンを出しておけば10体いなくても勝てることはあります。そして、お前のトークンをぶん殴りつつ、おっと切断だ、切断か、切断きたか、お切断しね、いやお前やるな神の宣告を打ったことがあだとなったようだな、エルドリッチ君よ、懺悔の用意はできてるか、反省しなさい。ゆきアマゾネスプリンセス、うおアマゾネスプリンセス最強、頼むイゾルで出せるハンド、イゾルで出せねーマジかマジか、イゾルで出せねえのか、イゾルで出せないとマジでただのアマゾネスのさ、クソ雑魚ムーブするしかないんだけど、これやばいやばい動きするけどいい。アマゾネスプリンセス召喚するじゃないですか。で、アマゾネスプリンセスの効果を発動して、これまさかのアマゾネスの吸収を持ってこざるを得ないんじゃないこれ。これ、こんな弱いことある。デュエルリンクスかなこれ。いや、これデュエルリンクスなんだけど、デュエルリンクスなんだけど、これマジでやってること。月神の盾を装備していくしかない。で、アマゾネスの吸収をセットしていく。で、これでエンドとか言う。嘘何このクソタコムーブ、やばやってること、アマゾネス、ま
言うてあれですよね、今除去めっちゃあるじゃないですか、世の中になんかその破壊やらバウンスやらがめっちゃあるんで、こんな盤面絶対返されるんですよ。クソ雑魚じゃないか、エマージェンシーサイバー、うわー、うーん、やめて、ドライトロンはドライトロンだよね、ドライトロン、え、ワンチャン、ワンチャンないかな、これワンチャン、なんかこれ生き残ってなんか相手テキスト読まなくてアマゾネスの吸収で全部除外されるみたいな展開ない。ああ、いやこれ一回あいつの効果無効にしたいですね、なんだっけ、デクレアラ、デクレアラディバイナー、あいつの効果無効にしてなんか儀式か、儀式モンスターかサーチできなくさせればワンアルト、これ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 で、これぐらいぶん投げたらなんか止まるんじゃね、これ止まってほしいんだけど、これワン止まる説あるよ、これがワン止まる説ある、これレベル6になんないし、儀式魔法も儀式モンスターもサーチできないし、これでワンチャン止まってほしい、止まんなそうだな止まんなそうだな、全然止まんなそう、いやこれ儀式されたらちょっとパワーデックとかある程度出てくるかもしれないんで、アマゾネスの吸収だけは一応表にしておきますか、表にしておいたら、カードの発動を無効にするはずなんで、多分ね一応止まんないは止まんないと思うんですよね、あとはこのアマゾネスの王女で頑張ってもらうしかない、マジで。あ、プロフェシー入ってるんだ、へえ、パーデックの方ね、なるほどね、まあ、どっちにしても対馬拒否モンスターではあるわ、どっちにしても、どっちにしても対馬拒否モンスター来た、ね、デクレアラプロフェシーの効果で弁天を回収、やばい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 、やってることえぐいて、やってることえぐいて、これ未来竜王入ってんのかな、これ1位1位でエキシーズもう一回ファフニューミューベーターして、これ未来竜王っていうパターン、ちょもうマジできついわ、いい場もきついし、やばいやばい、おいおい、そんな全部モロトモいくの、あ、バレルソードドラゴン、なるほど、え、でもこいつ別にあれだよね、除外されるよね、吸収で、え、これ吸収の効果で除外できるよね、これなんか、なんかないでしょ別に、そのアマゾネスの吸収で除外できないみたいな効果ないよねこいつ、別になんか戦闘で破壊されないやったと思うけど、しかもなんか打点上がる効果は別に月読みで、月亀で3700になるけど、俺これ大丈夫かなこれ、えい、月神、はい、はい、で、はい、はい、え、奇跡起きてる、奇跡が起きてるぞ、デュエリストすぎてテキスト読まないからなんか奇跡起きた、相手がデュエリストすぎてテキスト読まんからよ、なんか奇跡起きてるぞおい、来たかこれ、待ってくれ、カードの発動は無効にされるんだよな、だからこれそのまんま、そのまんまバトルするか、一応投手だけ発動するか、投手発動して一回天使族使わせるか、これなんかこれどう、これ発動されたら結構きついと思うんだけど、どう、よしよしよし、天使族は使っていただけた、天使は使っていただけた、で、どっか行く、どっか行く、で手札どっか行く、で、バトルフェーズ入ってまず除外しましょう、一旦まず除外して、アマゾネスペットタイガーを召喚して、これはもうすでに発動してあるトラップカードなんでね、パワーデックでは無効にできないんですよ。で、ペットタイガーでぶん殴るじゃないですか。で、ペットタイガーぶん殴りからの、アマゾネスの吸収で除外していく、消え伏せのパワーデック、よーしよし、そして、アマゾネスクイーンの効果を発動、アマゾネスクイーンの効果によって、アマゾネスペットタイガーを墓地のフリー。これで戦術族モンスターを持ってきておけば、俺はメイン2で死ぬほど動くことができる。まあ、アマゾネスクイーンかなんかでいいか、アマゾネスクイーンかなんかでいいか。よし、アマゾネスクイーンを特殊化しよう。俺の1200ポイントの大ダメージを受けろ。よし、よし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 。これでメイン2だよ。さあ、今からお前にはな、ひたすらクソ投げソリティアを見せつけてやるからな。ソリティアができるのはお前だけじゃねえんだよ。俺は戦士族モンスター2体の魂をメーカーに送り現れよ。聖騎士の追走イゾルデ、そしてハリファイバー、神竜王 VFD さあこれでお前は次のターン宣言した属性のモンスターの効果を発動できず攻撃宣言をすることもできないぜ。残念だったな光属性を宣言してやるよ今からな。
少年よ、これが絶望だ。さあ、今から貴様に絶望の2文字を叩きつけてやる。シェンリーをザ・ビーストの効果を発動。ザ・ビーストの効果により、オーバーレイユニットを1つ使い、相手のフィールド上のモンスターが全て光属性になり、光属性モンスターが発動した効果は無効にある。残念だったな。これで全てのお前のモンスデッキの中のモンスターの効果は無効になるはずだ。バンガルファーを特殊召喚しても、ルターデルタを特殊召喚しても、全ての効果は無効になっている。さあ、何かできるもんならしてみやがれ。潔くサレンダーすることな。よーしテキストを読むことだな。デュエリストだったら、まあデュエリストならテキスト読まねえか。圧倒的トラップデッキだから、あの先行結構きついんだよ。トラップデッキっていうのトラップデッキでもないけどさ、あの、まあ、先行だったら VFD 立てるか、あのアマゾナスの吸収張りたいみたいなとこあるじゃないですか。ちょさすがに高校めっちゃ弱いんだよねこのデッキ。昇格騎士エクスパラディン、やべ、チューンナイト、やば、激ヤバ、激ヤバムーブ来る。ちょ、相手に VFD 出されるぞこれ。まあ、お手軽ですよね、エクスパラディンとか、あとネオスペースコネクターとか、まあ、あとは、レベル3のシンクロ召喚ができる、まあ、モンスターであれば、御用ガーディアン、御用ガーディアンみたいな、御用ガーディアンじゃねえや、御用ディフェンダーか、御用 D、御用 D が並ぶんで、まあ、戦術力2体でイゾルデみたいなことできるから、やっぱ3シンクロギミックと、この1枚書道、エクスパラディンとか、まあ、この辺はね、イゾルデを作るのに非常に便利なんでね、これはぜひ皆さん覚えておいていただけると、はい。で、イゾルデ、リンク召喚、成功時効果で戦術力何か持ってくる効果。開闢いいね、開闢いいね。で、イゾルデ効果、イゾルデの効果により、装備魔法を1枚墓地に送る、妖刀竹光、なるほど、妖刀竹光からのリナールドかな。で、リナールド特殊召喚成功効果、妖刀効果 OK、 妖刀効果で、竹光カードを持ってくるっていう効果と、リナールド効果で、墓地の装備魔法を回収するという効果ですね。はい。で、これで妖刀竹光で何回収してくるんだろう、これ。はい、で回収しながら妖刀でサーチするのは何ですか。燃えたけみつ、やっべやっべやっべ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、メインウィッチスキップやばい、メインウィッチスキップやばいって、メインウィッチスキップやばいって、絶対おかしいって、メインウィッチスキップやばいって、ちょマジでやばい。ちょっとなんかすごいざわついてきた心が。これなんか最近僕あのあれにした動画にしたんですよね、あのクソレッキー、あの相手ターン全スキップっていうこれ伏せカードある、あ伏せカードある、怖え、うわ終わっ、うわ終わったメイン1メイン2スキップだ、終わった終わった、何もできない、壁とやってろよマジで、マジで壁とやってろよ、壁デュエルじゃねえかこんなもの、ふざけんな、ええ、覇者の一角、うえバトルフェーズをスキップされんのやばいだろこれ、これ移行するフェーズエンドフェーズしかない、やばくないこれ、やばいでしょこれ、音おかしいでしょこのデッキ、ふざけんなマジで、クソデッキすぎるだろ、クソデッキすぎるわ。ちょっと一応墓の致命傷で一応なんか微妙に抵抗していこうふざけんなこのクソレッキ、マジで壁でやってろ、絶対おかしいと思うんだよねこのデッキ。相手にさターン渡さないってさ、もうそれマジで対戦相手いらんくね